はい、吉田総務です。今日は山梨県の市川町にやっておりますが、その市川町の市川祭りに来ております。今大勢の人たちが来られてますが、もう朝からお店が出て、そしてお祭りを楽しまれたり、あるいは食事を楽しまれたりしておりますが、このお祭りの食事のあり方で非常にこのユニークで先見的な取り組みされています。町たちでも一部やっておりますが、食器をリユースする、一回使ったものをまた再利用して、そのままこれを使えるという形で、先進的な事業を取り組んでいます。そのことを地元の市川副局長からご紹介いただきたいと思います。よろしくどうぞお願いします。市川町の議員の市川と申します。よろしくお願いします。で、今日は、藤川町の一大イベントであります、甲州藤川祭りというものが催されています。毎年雨が降るんですが、いやもう今年は素晴らしい天気に見舞われて、大勢の方々が今この会場にお見えになっています。今あちらの方で配っていられるのは、ミミという郷土料理をですね、販売しております。その販売をリユース食器を皆さんお使いになっていただいて、ゴミの出ないイベントにこの町は取り組んでおります。あんな風な感じでいっぱい皆さんが食べます。その食べた食器をですね、こちらの方に返していただきながら、ゴミを出さないということで、このイベントは徹底しております。その他太陽光なども使って発電なんかをしておりますので、電力の方もエコにしようということで、発電で太陽光で発電をしております。あ、この間お聞きした話では、今日の行事分ですかね、で何本分その炭酸ガスを吸収するとか、そういうのが当たってます。50本分でかかってます。これは今日一日の行事でってことですか。そうです、そうです。見込みをかかってますね、はい、で最後こちらを移してください。食器のここは返却所になってます。この子たちはボランティアで活動してくれてます。このお祭りは本当に藤川町民総出で皆さんで盛り上げようということで、こうやって食べたものを逐次ここに返却して、皆さんの協力を得ております。ということで